噂にありました。天龍健一郎の全日本入りを今日正式に皆さんに発表をさせていただきます。今後とも皆さんのご支援を心からお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日社長と今この席に来て正式に全日本プロレスに入ることに決定しまして、これからは全日本プロレスの一員でありますので、全日本プロレスのレスラーの人たちと一生懸命協力して全日本プロレス発展のために少しでも尽くしたいと思いますので、よろしくお願いします。それではインタビューに入りたいと思いますけど、代表質問で東京スポーツセレブレーションの山田運動部長から。小さな頃からプロレスが好きだというような興味を持っておられたということなんですが、自分でプロレスラーになろうかなというような気持ちを持たれたのはいつ頃のことですか？そう、子供の時はまあただ相撲とね、並行して好きだった一緒に見てたんですけど、レスラーになろうという気になったのは最近ですね。このはっきりした形でね、賞金王として選ぼうと思います。そう、今年に入ってから。そうですね。その動機みたいなものは直接的なものがあるんですか？もう相撲でも一応13年やってきましたしね、何か自分の若いうちにできることっていうことでね、でプロレスっていう形でなってきた。プロレスについての知識というのは、まあ、小さな頃から好きだったというぐらいだからかなり持っておられますか？そうですね、やっぱり他の人と同じで新聞とかその他で得た資料だけですからね、まあ、これからまた入った時点でね、まあ、いろんなことも出てくると思いますけど、まあ、そこら辺のところは自分で確保してるつもりです。まあ、もちろん相撲を13年間やってこられたわけですし、はい、肉体的なそのものっていうのは自信はもちろんあるわけですね。はい、です。自分ではまだ今日スタートしたばっかりなんで、こういう質問はどうかと思いますけれども、どんなタイプのレスラーになりたいなっていうことは考えてますか？そうですね、やっぱり歴代のチャンピオンの人を技とかね、ああいうのを見てて、こうなんか引きつけるものがあることは確かですからね。そういう歴代のチャンピオンの方たちの、まあ、よく言えばいいところが欲しいので、少しでも吸収したいですね。やっぱり日本には力道山という人は大先輩いますからね、まあ、あの人の形を取ったらね、何かこうアピールするものがあるんじゃないかと思っていることは思ってますけど、全日本プロレスを選ばれたという理由は何かありますか？そうですね、主流だと思ってますからね、プロレスの。なるほど。プロレス界での主流だと思ってますから、やっぱり主流に入ってね、その社長が組んでくれた、プロデュースしてくれたことを、ね、一つ一つ紹介していけばね、必ず自分に対してプラスなものが出ると思ってますから、それで選びました。今までプロレスの試合は何回かご覧になったと。それでテレビなんかもかなり見ておられますか？もう自分で入る気持ちが高まってからもう欠かさずに。まあ、先ほどの話に戻りますけれども、そうするとまあ歴代のチャンピオンのいいところと、まあ一口にして言うとテクニシャンタイプのレスラーになりたいというふうな風に聞こえたんですが、どんなものでしょうか？そうですね、いやテクニシャンもいいですけど、やっぱりジャンボ鶴田君なんかテクニックはもうはるかに自分より上だと思ってますからね、もう彼にない部分をね、こうやっていくような形でね、やってきたら。これより断髪式が行われますが、リング上での断髪式は異例の形式でございますけれども、本人の強い希望によりましてリングの断髪式に臨んでおります。
場所は相撲ゆかりの地、旧国技館の両国日大講堂でございます。相撲時代の出身二所ノ関部屋はこの国技館日大講堂からもう5、6分のところでございます。さあ早速断髪式が執り行われておりますが、最初は福田はじめ様です。日本テレビ放送網株式会社取締役社長小林よさじ様。続きまして日本テレビ放送網株式会社取締役社長小林よそじ様がハサミを取りまして、天竜の大銀杏にハサミを入れます。財団法人日本アマチュアレスリング協会長八田一郎。続いて財団法人日本アマチュアレスリング協会会長の八田一郎様です。日本テレビ放送網株式会社専務取締役上子俊明様。続いて日本テレビ放送網株式会社専務取締役上子俊明様によりまして、ハサミが今入れられたところでございます。現役幕内力士のプロレス転向は実に22年ぶりのことでございます。まあ力士の命ともいえる大銀杏に相撲時代大変お世話になりました方々によりまして、ハサミが入れられております。相撲人生に決別いたします。天竜源一郎、神妙の面持ちでございます。胸中何を思うか、天竜源一郎すでにプロレスラーの第一歩を踏み出しておりまして、第1回のアメリカ修行ではテキサス州ヘレフォードにおきましてデビューを飾っております。昭和25年2月2日の生まれ、26歳。まだまだあどけなさを残す甘い風貌が残っておりますけれども、その風貌の中にも強い意志を秘めたこの眉、目はキリリと引き締まっております。ま、天性の格闘競技者の素質を十分に覗かせています。さあそして最後には全日本プロレスリング株式会社社長の馬場翔平様が最後のハサミを入れます。止めバサミの儀式でございます。これからの師匠になります世界のジャイアント馬場選手が今愛弟子になることでありましょう。天竜源一郎選手の大銀杏に今ハサミを入れた瞬間です。うっすらと涙を浮かべる天竜源一郎26歳。お母さんの富子さんは雪の降る福井県で息子さんの第二の出発を心から祈っていらっしゃいます。大銀杏が切って落とされます。いよいよ相撲時代に決別を告げるその瞬間がやってまいりました。今ハサミが入れられました。13年間親しんだまげが今切って落とされたわけであります。その髪の毛が三方に残されました。ハサミを入れられました天竜源一郎が超満員のお客様に挨拶をしたところです。馬場選手は天竜に鼻向けの言葉といたしまして、いい時も悪い時も焦らずじっくりとプロレスを学んでほしいと天竜源一郎選手にそう言っております。なお天竜選手は明日アメリカへ旅立ちまして本格的なトレーニングを開始いたします。1年後には日本でデビューする天竜にどうぞご期待いただきたいと思います。